ち上げた打球はレフト金子か、それともサード山田かというところ、金子が掴んでいます。ワンアウト。高橋スライダー打っていく。レフトが前に出てきて帽子を飛ばしながら金子、ワンアウトです。ボールは先行しましたが、初球の入りだったり、はい、今これがセンターの前、センター突っ込んできてレフトが追いついた。グラシェルがボールを取っています。ワンアウト。はい、どうぞ。先頭バッターの初球の入りだったり、ランナーを置いた状況での投球はもう少し考えてほしい、うん、いいボールがあるのにもったいないと、まあ、気持ちを切り替えて千賀らしスタートを切る構えだけでした。打ち上げたヌニエス、帽子を取ります。あえて帽子を取ってファールゾーン取りました。今自分で何か帽子のつばに手をかけて外したようにすら見えました。はい、ね、アシリーグの方もさあ佐藤の打球センターへ。しかしここは帽子を取ってんと一瞬、ここはアイドとしては帽子をしっかり取って打球の行方を2発定めて取っています。この3人の中でこの経験持っています。帽子が落ちるのがトレードマーク、立つ投手よりもね。ストレートを弾き返してレフトへの打球は守備範囲でした。今川が掴んでいます。デッドライナー掴んでこれで2アウト。ライナー性の打球は第1打席立つからフォアボールを選んでいます。出ていきましたが、ちょっとストレート、このボールも本当低めに、ね、落ちなくて非常に強い速いボールですから、非常にボールを持たないといけないという形が出てくるかも分からないですよね。あ、そうですか。帽子が飛んでいくともうイーグルスの内野陣がバックアップ。サードの黒川が取りに行きます。まあね、ピッチャーいちいち取りに行くのもね、これやり出したら切りないですからね。投球が続く大島、変化球で空振り三振、ボールはミットへ、帽子は飛んでいきました。ピンチは招きましたが踏ん張りました。2回の表を終わって1対0です。実際アストロズで